今回のハック&DIY チャンネルでは、自作水中カメラで泳がせ釣りを撮影したので、その結果報告と、さらに良い水中映像の撮影を目指し、CMOS イメージセンサのチューニングを進めていきます。今回は、ゼニスという伊豆諸島の離島に、プチ遠征に行ってきました。ゼニスは伊豆半島の石廊崎から南に約 75km の位置にある岩礁で、大型魚が多数回遊することから、関東では大変人気の釣り場です。沼津や下田の港から夜中の2時くらいに出船し、船内で一泊して、翌朝7時頃から釣りを始めます。今回は、泳がせ釣りという釣り方で、カンパチやヒラマサ、キハダマグロなどの大物を狙います。泳がせ釣りは、この図のように、生きた小魚を生贄にして、小魚を餌とする、大きな魚を狙う釣りです。今回、水中カメラをかなり小型にできたので、この図のように、2箇所につけてみることにしました。餌となるムロアジを釣って、さあ、始めましょう。水中の様子は、こんな感じです。さすがゼニス、驚きの魚影の濃さですね。ちょっとカメラが回転してしまいますね。回転防止用のリングなどをつけた方が良さそうです。あと、水深50メートルくらいですが、全体的に画面が青すぎです。深い場所では、カメラの色調整が必要ですね。餌が逃げているので、食べられるのを待って。早速ヒットです。食ったよ。よいしょ。あ、うまそう、うまそう。はい、ありがとうございます。1本目は2キロくらいのカンパチでした。水中の様子を見てみましょう。カンパチが餌のムロアジを狙ってます。ここでヒット。せっかくのヒットシーンなのに、画面がブレブレですね。これは要改善です。もう一台のカメラを見てみましょう。こっちもブレブレですし、カメラ位置が近すぎますね。店長、ここはある。もうなくなったんで、ジギングやっててもいい？ああ、構わないかな。船長と話をしてたら次のヒット。よそ見してたら当たってたよ。そっち行きます。あら、行かなかった。よし、ありがとうございます。今度は5キロくらいの角ぶり。この魚、助かりました。市場には流通してませんが、とても美味しいんですよね。水中の様子を見てみましょう。ツムブリが何匹もムロアジを狙ってます。ここでヒット。もう一台のカメラを見てみましょう。さっきよりは綺麗に映ってますが、やっぱりブレブレですね。この日釣れたのは以上の2本でした。キハダマグロは回遊してこず、残念。釣った魚を美味しくいただきつつ、今回分かった改善点を整理していきましょう。まず、カメラの取り付け位置がよくありませんでした。魚を大きく撮影しようと、欲張ったせいですね。カメラ位置の修正は簡単なので、次回から改善しましょう。次に、カメラの回転は、深場釣り用の回転防止リングなどを使えば解決できそうです。問題は、画像のブレと発色の悪さです。これらの問題の解決にはカメラの画像処理の調整、つまり CMOS イメージセンサのチューニングが必要になってきます。まず画像のブレですが、こちらの比較画像からわかるように、水深が深いほどブレがひどくなります。これは深いほど暗いため、露光時間、つまりシャッター速度が遅くなり、画像がブレてしまいます。CMOS イメージセンサの画素を簡単に図にすると、こんな感じになります。フォトダイオードに光が当たると、コンデンサに電荷がたまります。
このコンデンサの電圧を測れば画素ごとの明るさが分かることになります。シャッターが開いている時間が長いほどコンデンサにたまる電荷も多くなるため暗い場所を明るく映すことができます。ただシャッター時間を長くすると画像がブレてしまいます。 CMOS イメージセンサにはアナログアンプも搭載されているのでアンプのゲインを上げることで暗い場所を明るく映すことができます。しかしアンプのゲインを上げると今度は画像がノイズだらけになってしまいます。このシャッター時間とアンプゲインを撮影時の明るさに応じて自動調整する機能を自動露光調整 AEC と呼ぶのですが、今回この AEC の設定を暗い場合はシャッター速度を先に調整するよう設定していたため暗い場所でブレてしまいました。なのである程度の暗さまではゲインを先に調整するよう設定すれば深い場所でのブレを改善できると思います。次は発色の問題です。水は赤い光を吸収してしまうので水中で撮影した画像はだいたい青っぽくなります。今映っているのは水深50メートルで撮影した画像ですが光の三原色に分解するとこんな感じになります。赤色が全くないですね。水中でも多少の赤色はあるはずですのでカメラの画像処理の影響で赤色の情報が失われたと考えられます。ホワイトバランスとカラーマトリックス補正を調整することで赤色を強調すれば発色を改善できそうです。これらの画像処理の詳細は説明すると長くなってしまうのでご興味のある方はご自身で調査いただければと思います。水中カメラに使っている SOC オールウィナー V853 には CMOS イメージセンサのチューニングを行う専用ソフトが提供されています。この左側の項目すべてが画像処理パラメータで膨大な調整箇所があります。調整結果は C 言語のヘッダーファイルとして出力されますが中身は9000行も延々と調整パラメータが記載されています。カメラ開発では画質のチューニングに非常にコストがかかると言われますがこれを見るとよくわかりますね。設備や時間の面で個人でできる範囲には限界がありますがより良い撮影を目指しチューニングを進めていこうと思います。次の撮影ターゲットですが今度はマグロをメインに狙いたいと思います。これまでの釣りはマグロも釣れる釣りでしたが今度はマグロを釣る釣りに行きたいと思います。あまり知られていませんが関東近辺でも100キロを超えるクロマグロを釣ることができます。今度はクロマグロ釣りを撮影しようと船を予約したのですが、クロマグロは釣りの漁獲枠が非常に厳しく今期はすでに禁漁になってしまいました。クロマグロと同じ釣り方でキハダマグロも釣れるのでひとまずキハダマグロ狙いの船を予約しました。キハダマグロ狙いだとそこそこの確率でヒットが期待できるのでキハダマグロとのファイトシーンを撮影したいですね。今回の内容はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。